なわけ。ちょっともうじゃあいいですか。え、大丈夫ですかね。皆さん苦手かもしれない。見て。あ、ちょっと待って、めっちゃ暴れちゃってる。イケメンやな、イケメン。こんばんは、こんばんは。見て。あ、あ、ちょっと待って、足の上に乗ってるわ。これ。かわいい？かわいいんですよ。爬虫類、そう、爬虫類です。その子初めて見た気が。そうなんですよ。初めて皆さんにお見せします。可愛いけど触れん、え、触れない人多いですよね。でもカエルも触れる、カエルも触れますよ。ちょっとね、ちょっとビビっちゃってるかも。ピカの部屋に来るのが初めて。ちょっとね、アップで見たい。アップで肩の上乗っちゃってる。どんどん動物増えてる。そうなんですよ。まあまあいいね、たり逃げまくる。そう、これはね、もうちょっとでかくなるのかな、もっとでかくなるのかな。今日は大活躍したねって。そう、大活躍しました。どうでしたか、活躍してた。はじめまして、はじめまして。トカゲ、そう、トカゲ。お名前、そう、あられちゃんって言うんです、この子。あられちゃんです。かわいいですよ。餌は食べ、何食べるの。餌はね、あの市販、あ、売ってる、なんていうの、ハンネルタイプの売ってるんですよ。それあげたり、あの菜食なんで、あのあれ、レタスとか小松菜とか野菜食べますね。これのことかなと思って、抱きつき方どうなんやろ、思ってんのかな。あられちゃん、そう、あられちゃん、蛇も触れる、触れますよ。あられちゃん由来はお母さんと、うお、喋ってて、あられちゃん可愛いなってなって。太り気味なの、太り気味かも。ちょっと待って、一回戻します。めっちゃ人見知りに見える。人見知りなんかな。肉じゃないんだね。肉じゃないです、昆虫食じゃないんだ。昆虫あげてる人も多分いますよ。全然おとなしくして、可愛いです。その子と猫は仲いいの。仲ねえ、どうなんですかね。ちょっと中に入れてるんで、お、おりじゃない。そう、だからちょっと分かんないけど、でもずっと猫ちゃん見てますね。夜お話変わるんですよね。ピカレンと話したい。話しましょう。あられみたいな、あられ、あられみたいかな。ちょっと、どう。太あご、そう、太あご。この子太あごです。こんばんは、こんばんは。かわいい、かわいい、かわいい、ピカルンちゃん。ありがとうございます。逃げたら近所の人びっくりするで。このサイズやったらまだギリギリじゃん。カビゴンと戦う。女の子で爬虫類好き珍しい。そうかな。でも最近あれらしい、女子でもなんか流行ってるらしいで、爬虫類好きな子がね、多いらしいですよ。三重県出身、親近感が、親近感、確かに親近感湧くな。これまして3日間ピカルに会いに行って、ありがとうございます、嬉しい。まあ、こんばんは。ところで枕投げの時シーンって言って、個人的にツボで爆笑したことずっと伝えられんかった。あれな、そう、めっちゃ急考えたから、ちょっと待って待って待って、ちょっと待って。落ち着きがないですね。寒いのが苦手なんやね。そうなんですよ、基本トカゲって自分で体温調節しなくて、そのところの気温が自分の体温になるんかな。大体の女の子はキャーって言うところじゃない、そうなんかな。コモドを、なんやろ、あ、トカゲか。そう、もう一個ね、欲しいのあったんですけど、双子にしました。かわいい、めっちゃ。
ひらがた NMB よかったよ、ありがとう。あられちゃん暑いの、トカゲは暑いのは耐えれるらしいです。寒いのは苦手らしいですけど。夜お話しかよーっと、あられちゃん申し込み、あられちゃん申し込みますか、あられちゃんとお話ししますか。昨日テレビでニュースでもなあ、あれめっちゃすごかった。あれなんて種類の子やら、なんかさ、何やったっけ、サバンナなっちゃらかっちゃらみたいな種類じゃない、あれ。公園の時もそうだけど近くで見るとやっぱりかわいそうな塊ですね。ありがとうございます、ピカピカーでピカピカー。応援実家四日市、四日市、おーおーおーおおお、動いてきたよ。ちょっと待って待って待って、止まった。休憩室にあられちゃんを応募したの、応募する。あ、ちょっと待って、めっちゃ長い、ちょっとめっちゃ長い、ちょっと待って、ドゥイドゥイできひん、ドゥイドゥイ、ちょっと、え、ありがとうございます、ちょっと待って、え、ミラーボールや、すごい、え、すごい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 、え、ありがとうございます、え、え、え、ちょ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 、え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 、ちょっと待って待って待って、ちょ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 、え、え、え、ちょっと待って、ミラーボールやで、あられ、ちょっと待って、あられも喜んでます多分。あー、ちょっと待って、ありがとうございます、ドゥイドゥイドゥイ、ありがとう、え、すごい、ありがとうございます。歌うんや、ドゥイドゥイドゥイ、なんでここだけなんやろ、自分でも思ってる、ドゥイドゥイ、いや、ドゥイドゥイやから、あられも喜んでおります多分。本当にありがとうございます、めっちゃ長い、ちょっと待ってね、コウさんありがとうございます、すごい、びっくりした、嬉しい、ありがとうございます。そう、ミラーボールに照らされるあられちゃん。ちょっとね、コメント読めなかった人すいません。こんばんは、こんばんは。16日公演行ったらランナーズハイ過去最強のメンバーだった。ほんまに、ランナーズハイ楽しいですね。かわいい、青、相変わらずミラーボールで謎にテンションばっか上がり、え、めっちゃ泣く、嬉しいです。ちょっと待って、あられちゃんがまた、キャンプを見てヒカルのことを好きになったわ、嬉しい、ありがとうございます。ちょっとめっちゃ下行く、ちょっとね、ヒカルンちゃんこんばんは、こんばんは、レースまで見てました。そう、あれね、なあれ投げる当たんなくて、なかなか。そうなんですよ、めっちゃびっくりしました。何食べるの、野菜とか昆虫も食べるらしいですけど、でも基本は野菜らしいです。でも時々あげた方がいいみたいです、昆虫もね。あられちゃんの瞳の黒さに一目惚れ、そう、ピカもね、あられちゃんめっちゃ目かわいいなと思って、コオロギ好きそう、今度は食べるか、あられ。打ち水の時ピカルンが、おお、ちょ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 待って、あられちゃんちょっとそこはあかんわ、ちょっとね、あられちゃんもどっかに乗せよう、あられ。この前1メートルの何やろ、あ、トカゲか、ピカも見た、あれ遭遇してみたい。あられちゃん、この子あられちゃんって言うんです。こんばんは、こんばんは、かわいいですよ、ここに生きる。こんばんや、こんばんや、遊びに来たよ、ありがとう。あ、そうやんな、踏んじゃったらえらいことや。新種のポケモン手がついたらカビが耳をかじってね。眠たい、忘れないの、ピカルンかわいいな、ありがとう、嬉しい。こんばんは、こんばんは、カビがその役目やった。初めてした、これ。トカゲ意外と動かないのね、動くときは動くけど止まったら止まってます。
まあこんばんは。あられちゃんめちゃめちゃ可愛いな。可愛いですよね。こんばんは、こんばんは。トカゲってカゴの中で飼育するの？カゴってなんかな、そう、専用みたいな、専用のなんかあって、ちょっと待ってね、固まった。あれちゃん気に入って走りますか？めっちゃ走るってこともないけど、檻っていうかの中に入れてあると結構走ります。ちょっと戻しますね。数年後身長がピカ超えてるかも。それはやばい。こんばんは、こんばんは。俺の知ってるあられちゃんではね。あー、あっちの持ってる方言っていいかな、やめとこう虫ですか？虫だいぶ前出てた、出てた。亀元気、元気ですよ、ゴンちゃん。暮らしたのってね、ゴンちゃんもらったんです。ちょっと待って、ニシキヘビも触ろうと思ったら触れる。ニシキヘビ、ニシキヘビってそんな、え、毒が入ってなかったら生きるでもこの前ね、ペットショップでもあれヘビ見てたら触らせてもらって、触りますかってで触らせてもらって、なんか白のヘビともう一匹触らせてもらいました。あれちゃんこっち見てる神です最初から人に慣れてるの？どうなんやろ。でもトカゲとかってあれらしいですよ、なんか人のこと匂いで覚えたりするらしいです。ほんまか知らんけど感触好き、めっちゃ、そうめっちゃ好きです。これお腹プニプニしてて可愛いですよ。コオロギとか食べると、思います。全然昔ウーパールーパー飼いたいと思ってました。ピカも思ってた、飼われへんかったけど。ウーパールーパーめっちゃ可愛いよな。こんばんは、こんばんは。ボールに入れたらあかんで、何やろ、ポケモンボールかな。えゴンちゃん大きくなった、ちょっと大きくなったかも。彼の昨日の鍵穴すごく良かったのでまたよろしくそう、鍵穴昨日初挑戦でね、めちゃめちゃ緊張しててちょっと噛んじゃったんですけど超楽しかったです。こんばんは、こんばんは。あられちゃん目が可愛い、目可愛いですよ、めっちゃクリックリ。お腹が青い、青くもないんかな、何色やろ、グレーっぽいな。あ、星ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。ニシキヘビはどこはないけどめっちゃでかいヘビ、あ、でかいヘビな。ピカあれ動物園ででかいヘビ巻いたことある、首に。はじめまして、はじめまして、こんばんは、こんばんは。かわいい、かわいい、ありがとう。知らんけど、知らんけど、あ、今日世話あったなって。まだです、まだ途中です。でもだいぶ治っただいぶ治りました。あやぴょん動物苦手だから二人に動物ロケ行ったら楽しそう楽しいかな。爬虫類カフェに行きたいな。トカゲちゃんすごいね、かわいいですよ。ピカは高校1年生かな。配信夜10時まで OK ね。そうなんですよ。え、今何時ですかまだ8時過ぎ、過ぎじゃない、9時前か。脱皮したって、この前ねちょっとしたね、あの鼻絵抜き取れました。ヘビは無理、ヘビね、ヘビでも触ってみたらめっちゃ可愛いですよ。平均10年生きるのか、そうですね、それぐらいです。僕もなんかプニプニしてるね、あられちゃんと一緒。はじめまして、はじめまして。餌何あげてるのって、野菜とかね、ハンネリタイプっていうかね、いろいろ練ってある、なんか売ってるんですよ、それあげてます。可愛すぎる、ありがとう。この前子供、コモドドラゴンしか食べてる動画見てし、え、やば、かわいい、かわいい、ありがとう。あられちゃんおとなしい、おとなしいんかなこれ、めっちゃご飯食べるけどどんなやろ、おとなしい方ではないんかなめっちゃ暴れてるわ。
そのさカピカリに決定やな。そう虫はねちょっと苦手なやつとねちょっとに好きなやつがあるんですけど。で中学生かと中学生確かにね言えば前さまあもうな何やろ今年卒業したばっかりやからな。どうしよう一回あられちゃん置いとこうかな下に。そう今日はねあられちゃんがいるからそんな長く配信はできなくてですねちょっと急な配信になってしまったんですけど初見ねショールーム開いてすぐオープンさすがに初めて8時52分かどうしようかな何時までしようこの前のキャンプカエル出たらしいねカエルめっちゃいましたよ可愛かったこんばんはこんばんはラーメンは5分ですねそうラーメンめっちゃ食べるの早いですね噛まないの噛まないですお久しぶりお久しぶり2人とも可愛いありがとう脱皮しますよゲロゲロカエルも可愛いですよねこんばんはこんばんは、ね、トカゲにあられちゃんつけてるの珍しい珍しい劇場連れて行ってメイクしてるやばいやばいピカルンが名付け親ってお母さんと決めましたこんばんはこんばんはそういえば合宿で捕まったカエル最後どこ行ったちょっと逃がしましたよ深く見るのいいことよラムネ T シャツどこってラムネのね服は下に置いてありますクローゼットリアルお話かい絶対行くからねってありがとう待ってるいっぱい話ししようなもう一匹買うって知ったらおい邪魔おぼ邪魔くんって名前にするもう一匹って買ったらどうしようかなめっちゃ迷うわちょっとね変な体勢で止まっちゃった今日のギャグやってやばいやばいやばいめっちゃあれ声出さないかんやつあかんやつやろちょっとやばいわちょっと今やったらあーちょっと待ってえぐいえぐいあられちょっと待ってねあられちゃん好きな野菜あったりするよくね小松菜食べてますどなしいねもう一回見せてちょっとあられ何見せれるかなうなぎさんはうなぎうなぎね最近全く魚は触ってないのでねあれなんですけどちっちゃい頃なんかうなぎのつかみ取りみたいなのがあってあれでバッて触ってたキャンプバーベキューの時足はちょろかめっちゃ可愛かったマジでさくちゃんにね言ってたやつかな彼のオンラインお話し会に行きますありがとう待ってるお話ししましょう水の使いでピカルンあれね最初にやりすぎると最初に潰されます猫が捕まえたりしないあまし猫とは接触させないようにしてます思わずあられちゃんになりたいあられちゃんなりたいって爬虫類系アイドル尻尾が長いんですよあられちゃんちょっとねあられちゃんもちょっとあれなんですよ早く戻してあげないとねこのライトに当ててあげないともう一匹来たせんべいせんべい合宿で爪痕ピカリに出てたとこ全て爪痕残してたんですすごいほんまにありがとうございますオンラインお話し会もリアルお話し会も絶対申し込めないありがとう久しぶりに激辛配信本当に激辛配信やばいだいたい尻尾同じぐらいの長さあるねそうなんですよやばいやばいちょっとおとなしくして膝の上おとなしくなるからあられちゃんお疲れ様でしたあられちゃんもお疲れかピカルンが最初に暴れたせいで遠慮なくビショビショだそうめっちゃでも楽しかったピカルンあややランドなんすなんすかわいかったありがとう
遊びに来ていらっしゃい。あ、ずいずいずい。ありがとう。で、ビービーベビー。ありがとうございます。ミラーボール。楽しい。ジェイさんありがとうございます。ミラーボール光る。あれちょっと大暴れしてる。大暴れしてないけど、してないけど。リレーのピカル早くてかっこよかった。ほんまにあれちょっとね、バトンミスっちゃって、あ、パスミスっちゃって後悔です。ピカルまたねって、またね。アラレちゃんマイクにしないでね。アラレちゃんマイク。夏休みの宿題あったのまだです。これお疲れ様、ありがとう。お金持ち先生さん、ペンライトありがとう。何持ってるの？トカゲです。可愛いですよね。謎のスクショタイムです。めっちゃラファイシー。何やる？ドクタースランプ。そっちのアラレちゃん。めっちゃあの方ちゃん、入院する？何も無償です。あられちゃんになりたい人生ですね。そうですか？あられちゃんなりたいって。首かしげてるわ。めちゃめちゃ首かしげてる。9時か。かわいすぎ。ありがとう。かわいい。あられちゃん嬉しそう。嬉しいか、あられ。かわいい。あられちゃん、あられちゃん無調やって。今日昼方見に行ったよって。ありがとうございます。どうでしたか？めっちゃ首かしげた。かしげましたよね。すごい。何や、何された？わからないです。年齢制限とコント面白かった。一瞬マジでやばい。ちゃあれね、ちょっと面白かったですね。非常食、非常食。おとなしいな、あられちゃんですか？おーおーおーおお、ちょっと待って。あ、ちょっと危な、落ちるとこやった。まだ消えたら。亀に似てる。あ、そうですね、亀に似てる。で、今ゴンちゃんも持ってきたいけど、ゴンちゃん水の中に多分いるんで。ちょっとね、一回じゃあられちゃん置いてこようかな。あられちゃん、北斗の拳知らんのか？聞いたことはあるけど、どんなんかは知らないかな。さあ、コオロギ。コオロギも多分食べると思うけど、基本菜食らしいです。他にもいろいろ飼ってるな。猫ちゃんと、あとね、あの亀と金魚とこのあられちゃんがいます。昔はね、ワンちゃんも飼ってたんですよ。写真あるで。ちょっと待ってな。あられちゃんちょっと置いてこいかな。よいしょ。カエル持てるかな。ね、カエル持てるよ。この子なんやけどさ、かわいない。あれ、ちょっと待って。ミルクって子なんですけど、この子がね、昔飼ってた子です。あられちゃん、ピカの膝の上乗ったらおとなしくなる。こんばんは。ってこんばんは。かわいい、かわいいですよね。さくちゃんみたい。さくちゃんもあの子ね、動物大好きな子なんでね。今日昼方あったあとです。どの前はじりさんと出会った。すごいすごい。でもはじりさんすぐ出てったからな。お疲れ様ですって言って、めっちゃね、はじりさん優しかった。アピカルのアバターゲット。よかった、ありがとうございます。設定してね。うちのウサギチャッピー、チャッピー、チャッピーって名前かわいいな。かわいいね、ピカルン。かわいい、ありがとうございます。カニさん、ダルマさん、ありがとうございます。アラリちゃんかわいい。アラリちゃんもピカの足にいます。こんばんは、こんばんは。ちょっとめっちゃこの部屋暑い。めちゃめちゃ暑い。
あられちゃん、そっちはダメ。本当にね、カエル、カエルじゃない、ごめん、カエルって言っちゃった。しかも足の癖よな、見て足の癖。あられちゃん、見え熱い、見え熱いですよ。クーラーないの？そう、あられちゃんがいるから今クーラーつけてなくてですね。クーラーはあるんですけど、ちょっとあられちゃん紹介するのにね、ちょっとつけてないですね。明日ぐらいにツイッターにもね、あられちゃんとの写真あげたいなと思ってます。合宿でさくちゃんと遊ぶシーンは絵になるわって。そう、さくちゃんね、ずっと隣にいててめっちゃ可愛かった。朝から晩までね、可愛かった。水分補給してねって、ありがとうございます。尻尾長いな。そう、めっちゃ長い、見てどれぐらい、ピカの顔ぐらいあるかな。ピカの顔ぐらいあるかも。カエル、カエル、そう、カエル言っちゃった。おとなしいんやね。おとなしいかも。うん、あれちゃんおとなしいんかね。もういいかな、かもしれん。もうね、あれかも、 LED ライトっていうのかな、あれも消しちゃう時間かも。9時はね。脱走したことある？脱走したことないですよ。遊びに来ました、いらっしゃい。熱帯地方、何がやろ。ツイッターないか、あられちゃんにしよう。あられちゃんにする。リアリって名前言ったら分かってくれるかな。オッケー、おい、多分いけるで。分かります。夏休みの宿題は大丈夫ですか？大丈夫じゃないです。やばい、本当にやばい、笑い事じゃない。触覚みたい、これ。ウーパールーパー買ったことある？ウーパールーパーないです。めっちゃ買いたい。こんばんは、こんばんは。顔、黒毛和牛めっちゃ美味しかった。あ、待って、ちょ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 待って、危ない、どっか行くとか言った。そうやね、キャラヒカルって山本さやかさんにめっちゃ似てるよね、ほんまに。基本嬉しい、それは恐れ多い。あられちゃんだから女の子、女の子なんかな、なんかまだわかんないです。こんばんは、こんばんは。みんなのアイドル、あられちゃん、あられちゃんです。爬虫類系アイドル。制作ちゃんとの場面、仲良し姉妹のお留守番配信かと思った。確かに姉妹やね。さくちゃんも姉貴って呼んでくるからめっちゃ可愛い。ピカねーとか。ねえ、可愛い。あれちゃんグッズは NMB ショップ発売をいつの。あれちゃんいつにする、いつにする。こんばんは。蛇は飼わないの？蛇飼ったらお母さんに怒られます。蛇飼ったらお母さんはね、もう発狂ですね。あられちゃん、あられちゃんです。こんばんは、こんばんは。脱走心で、あられちゃん、そうですね、今ちょっと危なかったです。かわいい。おとなしくなった。どっか見てる、どこ見てんの。ハエとか捕まえる、どうなんやろ。ハエ飛んでないからな。母さん爬虫類苦手、苦手ですね。カルン、ひょっとしてすっぴん。ちょっと今日はね、もうほぼメイク取れちゃってるかもしれん。マジであられちゃん触ってみたいわ。え、触る？めっちゃプニプニしてんで。首かしげてる。あんまり動かないんだね。そうですね、一回止まったらおとなしいですよ。こんばんは、こんばんは。でもね、こんなちっちゃい時、まだこれ、この子めっちゃちっちゃいんですけど、トカゲはあれらしいです、ちっちゃい頃から手に乗せておかないと慣れないらしいです。あられちゃんのメイク動画楽しみ。あられちゃんメイクする？
カメレオン可愛いよね。カメレオン可愛い。めっちゃ好き。ペロペロしないでね。外に散歩とか行く。ね、大きくなったらいけるらしいですけど、まだちっちゃいんでね。なんていう種類なの？フトアゴヒゲトカゲっていう種類です。よかったら皆さんも買ってみてください。俺たちの切ってる。しおりちゃんに何これ何？めっちゃ俺面白い。マルルちゃんのこと触れる、触れはしないですけど、あの餌やってくれてます。無理な日はね。日本橋の爬虫類カフェには行ったんだって。あるのは知ってるんですけど、なかなか行く機会なくて、また行きたいと思います。ちょっとね、今日はじゃあここら辺にしておきますね。ちょっとあられちゃんも入れてこなきゃいけないんで、ちょっと男女呼び上げます。すいません、あられちゃん暴れてる暴れてる。じゃあちょっと呼びますね。13位、よくまさん、ありがとうございます。12位、お金持ち先生さん、ありがとうございます。11位、姫様 G ですぞさん、ありがとうございます。10位、無きょ無造休養中さん、ありがとうございます。9位、まさしさん、ありがとうございます。8位、 J さん、ありがとうございます。7位、かねさん、ありがとうございます。6位、あさやんさん、ありがとうございます。5位、こうぞうさん、ありがとうございます。4位、ビリンさん、ありがとうございます。3位、パロパロ2さん、ありがとうございます。2位、パロパロさん、ありがとうございます。1位、コウさん、ありがとうございます。ちょっとね、今日の配信は多分短かったと思うんですけど、ごめんなさい、急に配信しちゃってね。できる時にね、1目3、なんていうの、にあられちゃんを紹介したくて過ごしちゃいました。ここだけ色違う、脱皮するんかな。楽しかったです、おやすみなさい。おやすみなさい。リュウカピカル中学生部屋に入れられてなかった、それの。めっちゃ楽しかった、ありがとう。こちらこそありがとうございます。コマノスケさん、ハートありがとうございます。アルレちゃんも見れてよかったです、ありがとうね、ありがとう。こちらこそ。もう終わり、寂しいわって。またね、できたらするんで、急に始めちゃうかも。癒された、ありがとう。こちらこそありがとうございます。あられちゃんもちょっともうねねの時間なんで、バイ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 。今日からあられちゃん推しです。よかったよ、推してくれるって。ということでね、ピカル公園行くね。そう、公園もね、最近ちょっと結構出れてて嬉しいです。またよかったら来てください。今日久しぶりにナーピカル見れてよかった、よかった。あられちゃん手振ってる。バイ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 。冷たくないですよ、あられちゃん、あったかいです。ということでね、バイバイ。あられちゃんスクショタイムだけする。あちょ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 、あられちゃんの初日公演行くわ。オッケー。ということでね、あられちゃん戻してきます。ありがとうございました。バイバイ。